どんな仕事をした方がいいでしょうか結婚した方がいいでしょうか別れた方がいいでしょうか夢を追うべきでしょうか夢を諦めて安定した生活を選んだ方がいいでしょうかなどと聞かれることがよくあります。そんな時私が思うのは自分で決めた方がいいですよということです。どんな人生でもうまくいかない時があります。 お金持ちになっても、見た目を良くしても、才能を磨いても、必ず問題が発生します。どれだけベストな選択をしたと思っても、必ず逆境や困難に直面することがあります。どの道を選んでも、他人が決めても、自分が決めても、失敗したり間違ったりする可能性をゼロにすることはできません。 人生に問題はつきものです。問題が発生した時これは自分で決めたことだという思いがあれば自分で決めたことの責任は自分で負うものだと受け入れることができますうまくいくかわからなくて怖いけど自分で決めるという体験を繰り返すことで自信を蓄積することができます自分が決めた人生でうまくいかなくなった時 自分でなんとかするという体験を繰り返すことで私は自分で決めたことの責任を負うことができると自信を感じられるようになります他人が決めた人生でうまくいかなくなるとその事実を否定したくなりますみんなもそうしているから親がそうしろと言ったからなどという決め方をして 人生がうまくいかなくなると、なんで自分で決めなかったんだ、なんで好きな方を選ばなかったんだと後悔します。あの人がこうしろと言ったからいけないんだ、親が反対したからいけないんだと怒りを感じます。過去の選択を悔やむのも他人のせいにするのも人生がうまくいかなくなったという事実を否定する行為です。問題が発生したときは、 問題が発生したと事実を受け入れることで問題解決に取り組むことができるようになりますしかし後悔したり他人に怒ったりすることつまり問題が発生したという事実を否定することで問題を解決することができなくなりますどのような生き方を選択しても必ず うままくくいかなくなる時がありますそんな時心の支えになるのはこれは自分で決めたことだから自分でなんとかするという覚悟です。他人に人生を決めてもらうと苦しい時や辛い時に自分を支えることができなくなります。人生の選択を他人に委ねることで自分を強くする機会を失ってしまいます。 絶対にうまくいくという選択肢はないのだからうまくいかなかったらどうしようと不安になるのは当然のことですしかし怖くても自分はこっちを選びたいからこっちを選びますと自分の感覚を信じることが大切です怖いけど自分の感覚を信じて自分で決めるという体験を積み重ねていきましょう怖いけど 自分の感覚を信じることができたという体験があなたを強くするということを忘れないでほしいと思います。